県知事選をめぐっては、前の熊本市長の神山誠志さんと前の副知事の木村隆さんがいずれも無所属での立候補を表明しています。共産党は今日、前回に続いて神山さんを自主的に支援することを決めました。自民党言いなりの県政からの脱却や水俣病特措法で定められた不知火海沿岸に住む人たちの健康調査の実施など、共産党が掲げる7つの判断基準に神山さんの政策が近いと判断したということです。今の自民党になる県政を変えるという意味で、一番ベストな方法は何かということで、神山氏の支援というのがですね、一番その可能性が高いということで判断した。共産党県委員会は立憲民主党県連などと支援の方法などについて検討する方針です。一方、社民党県連は昨日支部の代表者会議を開き、神山さんを自主的に支援する方針を決めました。前回の知事選では神山さんを支持していましたが、今回は神山さんの政党とは一定の距離を置くという意思を尊重し、自主的な支援という形を取るということです。立憲国民民主はですね、県内野党の皆さんとも、ね、連携をしながら、この知事選に臨んでいきたいと、立憲や国民民主党がそういう共に運動を進めていく野党の皆さんともですね、同じスタンスで広げていく。